こんにちは、榎本豊です。裾弱の使い方を説明します。じゃあまずですね、最初に着丈を短くする方法、まず希望の丈のところに印をつけます。今マイナス1センチで、着丈をですね変更したいと思います。ここに、裾弱のこの部分にですね縦線があるんですね。この縦線と地の目線を重ねます。で、適当にですね途中まで線を描いていきます。このようになります。でこのラインを自然なカーブで前身ごろのラインとつなげていきます。これで着丈1センチ短い型紙ができました。続きまして、さらに1センチ短い着丈に修正したいと思います。つまり、トータル2センチマイナスですね。これも同様ですね。どこら辺がいいかなって、このね点が何個かあるんですけれども、それによって裾のカーブが変わってきます。右側に合わせると、ラウンドしたこう丸い裾ができます。左側に合わせると大げさに言うと鋭角な裾ができます。真ん中にしたいと思います。ここは好みなんですね。はい、引きます。そうすると先ほどの赤い線とつながりました。ということは前身頃は変更なしですね。これで2センチ着丈を短くした型紙ができました。今度ですねダックスの大きいサイズの型紙を用意しました。大きいサイズの場合は大きなサイズの裾弱を使用します。ではですね、今度は着丈を長くしたいと思います。じゃあ 1.5 長くします。こちらになります。ここと直線を重ねます。はい、これで新しい、着丈が長い型紙ができました。これダックスでも、小型犬でもフレンチブルドッグでもミニピンでも修正の仕方は同じです。続きまして、着丈を短くしたいと思います。 1.5 着丈を短くします。もここ見ながら綺麗につながる場所を見つけてあげてですね、新しいラインを書き直します。このように書きます。これで 1.5 短く、はい、そしたらですね着丈をすごく短くしたいと思います。紙をカットしまして脇を重ねます。裾の丈ですね、丈を変更する場合は脇を重ねた状態にしてあげて止めます。この状態でじゃあですね今回は大きく変えたいと思いますので、では5センチ着丈を短くしたいと思います。5センチですね。では5センチ短くすると脇の丈も短くなります。このようにこっちの端はですね適当な位置まで長めに線を描いてください。で、後で前中心の線を描き直した時に綺麗につながるラインに描き直します。こうやって見ていただくとね、
どこがつながるかなって。でまあこれで一応書くとそこそこ綺麗なラインにはなるんですけれども、ここもですねやっぱりいろんなサイズの裾ジャケがあるので。綺麗につながりそうなサイズの裾ジャクを使用していただいて、で綺麗なラインでつなげます。こんな感じですかね。こうなります。これで、裾がトータル、6.5センチ、着丈が短くなった型紙ができました。はい、さらにですね、裾ジャクのすごいところはですね、1センチ内側に線があります。そちらを実線と重ねていただいて、簡単に縫い代を描くことができます。このようにですね、実線と1センチ内側のラインを重ねていただいて、平行に描くことで縫い代をつけることができます。で続いて、太い裾ジャクを使っていただくと、この洋服、この型紙ですね、この型紙が不白のパターンだとします。そうするとなんとですね、裾の見返しを描くことができます。この辺にしましょうか。何センチって考えて描くよりも、定規をただ当てるだけで引ける方が簡単です。何も考えずに定規の幅で引いていただければ、この幅が見返しの幅になります。このようにですね、2、3種類のサイズの、裾ジャクがあると、裾のアレンジが非常に簡単にできますので、犬裾ジャクおすすめです。ぜひ、皆さん、着丈の修正多いと思うので、こういう道具を使ってですね、簡単に製作をなさってみてください。どうもありがとうございました。